私を、やめてよエリカ、やめてよ。でもおめでとう。え、よかったじゃん、もう諦めちゃったのかも。そうだけど、私の分までが、エリカ、違うの。じゃあね。あの時の私の、でもだから、そしてその頃にはもう。私が乱に真珠様、葵の願いは聞いて、あんなに頑張った。私にはそれならどうでもいい。夢なんて、道が分かれて、葵はこの数ヶ月で、そしてそんな中では聞こえないようにしても、一方で日を置かず、その時はそんでも私が
限定とかトレンドってこういうの見かけたら。でもえ、最近というか今まではこんな街中まで。それだけはやっぱり。
私は今なら、私が嫉妬して謝って、でもな、今の葵は、だから私は一般人で、違う、いいよ、もうきっとエリッカ、今日はさよなら葵。私と葵が離れるには、でも思えばそれがあんな別れ方になったから、そして私たちは全ての始まりで、誰？あなたの前にいる葵に
何もしています。その体を、体、この殻は七島葵はよくたただ星盛りとして、そう、わかりません。彼女はその殻、いいえ、失う。彼女は常にどんなに道が分かれて、それなのあなたは最後まで哀れなものです。何を言って、わからない。いいえ、彼女の星盛りを夢見た。その目で、ずっと思ってた。あの時葵は、そして、でも、がつき、それはあなたは真珠、でも真珠はあなたを持って元をたどれば、そう、あの時、それに七島葵、もう二度と、ですがあなたたちは
私を連れて行って、ずっと。私を連れて行って、ずっと。答えは出ました、悲しく。した人々、あなたもそう。エリカ、どうして私があなたにはできたはずでしょう。まだ人間という生き物、一度希望、それを見る。この世界の絶望、真珠は輝きを失い、星森たちも正気に置かれ、もはや次なる世界、次の、希望にあふれる。楽しみ、青い。今までは私たち、次の世界は、ま、きっと。私たちの、でも今はエリカが隣にいて、イリス様のおかげだ。葵、ねえエリカ、私怖いことがあるの。何？いつかエリカが前の時な、そんなこと決めたもん。そっか、裏切らないでね。ね、約束だよ。私たちが交わした、私たちの夢、もう最近ね、葵とそれくらいでも、これが私と葵、これさえあれば葵を守るために。だから他の何を、私は葵、この場所に葵と。